こんばんは、ジトロパパです。皆さんはパソコンを買うときにゲーミング PC を除外して検討してしまっていたりはしませんか？実はゲーミング PC はゲームをしない人にも非常におすすめなパソコンとなっています。特に家でしかパソコンを使わないという人の場合は絶対にゲーミング PC もチェックした方が良いです。というのもゲーミング PC はその名前からゲーム専用のパソコンと思われがちですが、実はそうではありません。ゲーミング PC は通常のパソコンでできる作業は全て普通に行うことができます。逆にゲーミング PC は通常のパソコンが備えている装置に加え高いグラフィックを処理するための専用の装置を備えているため、通常のパソコンでは快適に動作させることのできない 3D グラフィックの映像処理や PC ゲームなどでも快適に動作させることができるなど圧倒的に性能が優れた PC となっています。そして以前はゲーミング PC というとでかいデスクトップ PC が主流でしたが、現在では技術の進歩によりノート PC でもデスクトップ PC に劣らないレベルの高い性能を発揮できるようになってきており、しかも価格もかなり安く買えるものが多くなってきています。例えば今回ゲーミングノート PC の一例として使用するこちらのレノボのゲーミングノート PC は通常のノート PC に比べるとめちゃくちゃ高性能な PC となっていますが、10万円台前半で購入することが可能ですし、他にも10万円台で購入できるゲーミングノート PC がたくさんあります。ということで今回はゲーミングノート PC と通常のノート PC の違いを解説しながら、実際に私が持っている富士通の最新の超高性能なノート PC とレノボの比較的安いタイプのこちらのゲーミングノート PC、 レノボロック 16IRH8 ストームグレーを使用して実際に性能テストを行った結果をお見せしていきたいと思います。この動画を最後まで見ればゲーミングノート PC の性能がいかに優れているかを知ることができますので、ぜひ最後までチェックしてみていただければと思います。そちらのパパチャンネルではおすすめパソコン動画や Wi-Fi 速度改善のための動画など IT 関連の役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それでは初めに通常ノート PC とゲーミングノート PC の主な違いを3点説明していきたいと思います。違い1点目、 GPU を搭載していること。通常ノート PC とゲーミングノート PC の最も大きな違いは専用の GPU、 通称グラボという装置を搭載しているかどうかの違いとなります。 GPU というのはグラフィックスプロセッシングユニットの略で、日本語で言うと画像処理装置となり、その名の通り画像を描写するために必要な計算を処理する専用の装置となっています。当然通常のノート PC でも画像処理を行う必要はあるので一応 GPU は搭載されてはいるのですが、通常のノート PC の場合 CPU という装置に内蔵された GPU しか持っていませんので、その GPU の性能はゲーミング PC の GPU と比較すると天と地ほどの差があるものとなっています。実際にその性能差を複数のゲームが公式に出している性能テストツールであるベンチマークテストソフトの結果で後ほどお見せしていきますので、結果を楽しみにしておいていただければと思います。ということでまずは今回比較に使用する PC をそれぞれ簡単に紹介します。まずゲーミングノート PC の方はレノボのロック 16IRH8 ストームグレーとなっています。この PC は2024年1月12日時点の価格で119,790円となっており、ゲーミングノート PC の中では比較的安く購入できる部類の PC となっています。この PC に関しては残念ながら近日中に販売終了予定とのことなので、もしこの動画を見てこのゲーミングノート PC が良いと思った方は動画の概要欄にあるリンクからすぐに購入することをお勧めします。そして比較対象とする通常ノート PC は富士通の最新モバイルノート PC となっている Lifebook W2H1 となっています。こちらのパソコンは私のこちらの動画でも紹介していて、持ち運び用のパソコンとしては最もおすすめな高性能で超軽量なモバイル PC となっています。私が持っているこの PC 構成で購入する場合、通常価格は205,500円となりますが、ここから私の動画視聴者特典となるクーポンなどを3つ併用した場合の最終価格としては179,955円となっています。持ち運び用パソコンを探している人の場合はこのパソコンが非常におすすめとなっていますので、こちらの PC の動画のリンクも動画の概要欄に貼っておきます。ここで性能に関係するそれぞれのパソコンの主要な構成を紹介していきます。まずパソコンの頭脳部分となる CPU については、ゲーミング PC が Core i5-13420H、 通常ノート PC が Core i7-13550U となっていて、どちらもインテルの第13世代の CPU となっています。同じ世代の CPU であるため Core i7 を搭載している通常ノート PC の CPU の方が性能が上だと思う人が多いと思いますが、実は違います。CPU の性能は末尾の文字によってシリーズが分けられているのですが、 H シリーズが最も性能が高く、次が P シリーズ、次が U シリーズという順になっていますので、この CPU の比較の場合には実は Core i5 の方が性能が高いものとなっています。具体的に CPU の性能を数値で表すパスマーク値で見てみると、ゲーミング PC の Core i5-13420H は 19,109、 通常ノート PC の Core i7-13550U は 15,348 となっていますので、約 1.24 倍ゲーミング PC の方が高い性能の CPU となっています。ただしいずれにしても一般的な作業を行う場合であれば、パスマーク値は1万程度あれば高性能レベルであり、 PC ゲームを行う場合でも1万5000程度あれば十分な性能となっていますので、どちらも十分に高い性能の CPU を搭載した PC であると言えます。
次にメモリについてはゲーミング PC が 16GB、 通常ノート PC の方がその2倍の 32GB 搭載したものとなっています。メモリ 32GB を搭載しているということでゲーミング性能にどれほど良い効果が出るのかを後ほどお見せするベンチマークテストの結果で注目していただければと思います。ストレージについてはどちらも SSD となっており、読み込み速度については通常ノート PC の方が少し速く、書き込み速度についてはゲーミング PC の方が速いものとなっています。ですがいずれも十分すぎるレベルの速度となっていますので、性能テストの結果に影響を与えるほどの速度差ではないと言えます。そしてこれから行うベンチマークテストに最も影響を与えるのがこの GPU の性能となります。ゲーミング PC の方は CPU の内蔵 GPU である Intel UHD Graphics 413th Gen Intel Processors に加え、 CPU とは独立している専用の GPU である NVIDIA GeForce RTX 3050を搭載していて、処理内容によってどちらの GPU が使われるかが変わってきます。それに対し通常ノート PC の方はCPU の内蔵 GPU である Intel Iris Xe Graphics Eligible のみとなっています。ということでまずはそれぞれでベンチマークテストを実行した結果をお見せしていきます。ベンチマークテストについては全て標準設定での実行結果となります。まずは比較的負荷の軽いゲームであるドラゴンクエスト10の結果です。こちらは通常ノート PC の結果がスコアが8387でとても快適、ゲーミング PC の結果が2278ですごく快適ということで最高ランクの結果となっています。ドラクエ10に関してはどちらの PC でも快適にプレイできるという結果ですが、スコアを見ると大きな差があることがわかります。次に少しグラフィック負荷のかかるゲームであるファイナルファンタジー14の結果です。こちらは通常ノート PC の結果がスコアが5920で普通、ゲーミング PC の結果が2953で非常に快適ということで、ゲーミング PC の結果は最高レベルの結果となっています。このレベルのゲームからは通常ノート PC の場合はかなり高性能な PC でなければなかなか普通にプレイすることは難しくなってきます。次にかなりグラフィック負荷の高いファイナルファンタジー15の結果です。こちらは通常ノート PC が1879で動作困難、ゲーミング PC の結果が8170で快適という結果となっています。ファイナルファンタジー15レベルになるとどう頑張ってもゲーミング PC 以外では快適にプレイすることは不可能となってきます。さらにこちらもかなりグラフィック負荷の高いストリートファイター6の結果ですが、通常のノート PC がスコア20で動作困難、ゲーミング PC の結果がスコアが満点の100で快適にプレイできますという結果となっています。ということで通常ノート PC が2倍のメモリ容量を搭載していたとしても全く太刀打ちできないレベルに圧倒的な性能差があるということをお分かりいただけたと思います。ちなみに PC レビュー系の動画やブログではドラクエ10、ファイナルファンタジー14、15のベンチマークテストの結果を載せることが定番となっていて、他の人も様々なパソコンでの実行結果を載せていますので、今回の結果と比較して見てみてもらっても面白いのではないかと思います。断言できることは通常のノート PC、つまり独立した GPU を搭載していない PC でこのゲーミング PC の結果に勝てるものは絶対に存在しないということです。なぜならば私が少し前にレビューしたこちらのパソコンはノートパソコンに搭載される CPU としては最高レベルとなる Core i9-13900H を搭載し、さらにメモリも 32GB 搭載しているパソコンでしたが、その結果でもドラクエ10のスコアは1743、ファイナルファンタジー14のスコアは7690となっており、ゲーミング PC の結果とは大きなレベル差があることを確認済みだからです。またこれらのベンチマークテストの結果はゲームを行う場合のみに参考になる結果ではなく、 GPU を使う処理に関しては全て同じような結果となります。例えば GPU 負荷の高い処理として分かりやすい例としては Adobe 系の画像編集関連のソフトを使う場合などが挙げられます。具体的には YouTuber に一番人気の動画編集ソフトである Adobe Premiere Pro や Adobe Illustrator などを使って高画質素材を編集する場合には高い GPU 性能を持った PC の方が快適に処理を行うことができます。他にも 3D CAD を使った作業、 VR 映像の視聴、複数画面に拡張しての作業など様々な処理で高い GPU 性能を持った PC の方が快適に処理を行うことができますので、ゲーミング PC を購入した方があらゆる作業を快適に行えて性能的に満足する可能性はかなり高くなります。またより専門的なところで言うと、最近話題の AI 関連の処理が実は CPU ではなく主にこの GPU を使って処理がされますので、これから AI 関連のプログラミングなどを勉強したいという人の場合もゲーミング PC を購入することがおすすめとなります。実際私も仕事で AI 関連の開発なども行っているのですが、ゲーミング PC に搭載されているGPU と同じ NVIDIA の GPU を使用していたりもします。ちなみに今 IT 業界では AI 関連の技術を持っている人の需要が非常に高く、単価も跳ね上がっている状況となっていますので、これから新しい技術を身につけてお金を稼ぎたいと考えているのであれば AI 関連の技術を学ぶことがかなりおすすめとなっています。また PC で使う各種ソフトウェアにも AI 技術が使われているものが多くなってきていますので、これらのソフトを快適に使うためにも高い GPU 性能を持っているゲーミング PC の方がおすすめとなります。違い2点目、優れた排熱性能。性能の高い CPU や GPU というのはその分大きな熱を発するものとなっています。
特に高負荷の処理を行っている時には大きな熱を発するため、それにより PC 内の温度が高くなると CPU の性能を十分に発揮することができなくなってしまいます。そのため正しく設計されたゲーミングノート PC の場合には必ず CPU と GPU それぞれを冷やすための強力なファンが搭載されています。そして通常のノート PC に比べるとその排熱性能は非常に優れたものとなっているため、通常のノート PC に比べると高負荷の処理でも長時間継続して行うことが可能な設計となっています。通常のノート PC の場合は高負荷の処理を継続して行うとどうしても PC 内の温度が高くなってしまうため、自動的に CPU が最大性能を落として処理を行う仕組みとなっています。そのためゲームに限らず高負荷の処理を継続して行う場合にはゲーミング PC の方がおすすめとなります。逆にゲーム以外の通常の事務処理などを行う場合には CPU も GPU もそれほど熱を発することはないため、その場合にはファンは自動的に静かに回るようになりますので、通常時はファンがうるさいということもありません。実際にファンの音をゲームを行っている時とオフィスソフトを使用して事務処理を行っている時とでそれぞれ聞いてみていただこうと思います。撮影はこの距離で行っていますので、実際にパソコンを使っている人と同じぐらいの距離となります。まずはゲームを行っている時のファンの音です。どうでしょうか。確かにファンの音は聞こえますが、ゲームの音楽などもあるので個人的にはそれほど気になるほどのファンの音でもないと思います。逆にファンがしっかり回っている音が聞こえることで、私の場合はちゃんとファンで排熱してくれているんだなと感じて、むしろファンの音で安心感を感じます。次はオフィスソフトを使用している時の音です。どうでしょうか。これに関しては標準設定でもほとんどファンの音は聞こえないレベルに静かな音となっています。さらに静音設定などを行うこともできますので、静かにしなければならない場合は静音設定にして使用することも可能です。これはレノボのゲーミングパソコンに共通して搭載されている機能となっています。ということで高負荷の作業の時にはファンを高速回転させて排熱し、通常作業時には静かにファンを回転させるように自動的にファンの強さが変わりますので、静かな場所で事務処理を行う必要がある場合でも問題なく使用することが可能です。違い3点目、高性能なディスプレイ。まともなゲーミングノート PC であればディスプレイ性能も通常のノート PC に比べると優れたものが搭載されています。具体的にはリフレッシュレートという1秒間に何枚の画像を表示することができるかの性能が優れたものとなっています。皆さんは普段意識していないと思いますが、動画というのは複数の画像を高速で表示することで動いているように見えるものとなっています。そして通常のノートパソコンのモニターの場合はほとんどが 60Hz という1秒間に60枚の画像を表示できる性能となっているのですが、ゲーミングノート PC のモニターの場合はほとんどがその2倍の 120Hz 以上のものとなっています。そしてレノボが現在販売しているゲーミングノート PC であればどれを買っても 120Hz 以上となっているので安心です。例えば今回使用しているこちらのゲーミングノート PC の場合は 144Hz となっていますので、通常のノートパソコンの映像に比べると2倍以上滑らかな映像を表示することができるものとなっています。特にゲームを行うときにはこのリフレッシュレートが高いと美しい映像でプレイすることができたり、一瞬争う対戦ゲームなどではゲームを有利に進めることができるため、ゲーミング PC のモニターはリフレッシュレートが高いものが採用されています。ということで通常ノート PC と比べた場合の3つの違いを知っていただいたことで、高い性能のパソコンを求めるのであればゲーミングノート PC を買った方が良いということをお分かりいただけたのではないかと思います。ですがもちろんゲーミングノート PC にもデメリットがありますので、それを次にお伝えしていきます。ゲーミングノート PC のデメリット。ゲーミングノート PC のデメリットはサイズが大きくまた重いということです。サイズについては画面が大きいというところはメリットではありますが、通常のノート PC と比べるとかなり厚みがありますので、見た目のかっこよさでいうと通常ノート PC の方がスタイリッシュでかっこいいものが多くなっています。また重さについては実際に測ってみると約 2.5kg もありますので、日常的に外に持ち運んで使用したい人にはおすすめできません。そのためゲーミングノート PC は基本的に家でしかパソコンを使わないという人や持ち運び用には別のパソコンがあるという人向けのパソコンとなります。逆に言うと通常ノート PC と比較した場合に劣る部分はサイズと重さぐらいとなっており、性能的には GPU 以外の部分も含めて全体的にゲーミング PC の方が基本的に優れたものとなっているため、家でしかパソコンを使わないのであれば絶対にゲーミングノート PC の方がおすすめとなります。ではゲーミングデスクトップ PC と比べた場合にはどうかというと、ゲーミングノート PC はゲーミングデスクトップ PC に比べた場合には圧倒的に場所を取りませんし、性能も先ほどのベンチマークテストで見ていただいた通り、この比較的安いゲーミングノート PC でもグラフィック性能負荷の高い FF15 やストリートファイター6などでも快適にプレイすることができますので、よほど特殊な負荷の高いゲームを行う人でない限りはゲーミングノート PC で十分であると言えます。一昔前まではゲーミング PC というとデスクトップ PC しかありませんでしたが、今は技術の進歩によりゲーミングノート PC でも十分な性能となっていますので、 PC ゲームを本格的に行いたい人の場合でもデスクトップ PC に置き場所を取られたくない人や全体の価格を抑えたい人にもゲーミングノート PC は非常におすすめとなっています。
まとめ。最後にまとめると、ゲーミング PC は独立した高い性能の GPU を搭載していることにより、通常のノート PC に比べると圧倒的に高い性能のパソコンとなっていますので、PC ゲームを本格的に楽しみたい人だけでなく、YouTuber になって動画編集を本格的に行いたいと考えている人、AI 技術を勉強したい人や、AI 技術が搭載された最新のソフトウェアを今後積極的に使っていきたい人、今後 PC で何をするか具体的に決まっていないので、とりあえずより高い性能のパソコンを買いたいと思っている人で、基本的に家で使う用のパソコンを探している人の場合には、ゲーミングノート PC が非常におすすめとなっていますので、ぜひパソコン購入の際には、ゲーミングノート PC も含めて検討してみていただければと思います。そして、ゲーミングノート PC であれば、レノムゲーミングノート PC であれば、どれを買っても性能的に安心ですし、またレノムのゲーミングノート PC を購入した人全員に、レギオンアルティメットサポートというパソコン初心者の方にも、超安心なサポートが1年間無料でついてきますので、初心者の方の場合には特に、レノムのゲーミングノートパソコンがおすすめとなっています。レギオンアルティメットサポートは、パソコンの問題はもちろんのこと、ゲームのことであれば、初歩的なことから専門的なことまで、専門のエキスパートが24時間365日、専用電話で答えてくれるサービスとなっていますので、本当に何でも回答してくれます。実際に私もいろいろと質問してみましたが、通常のサポートでは絶対に答えてくれないようなゲームの細かな設定内容を含めて、何でも調べてくれて教えてもらうことができました。ということで、現在販売中のレノボのゲーミングノート PC の一覧が見れるリンクを動画の概要欄に載せておきますので、この動画を見てゲーミングノート PC が良いと思った方は、こちらのリンクからレノボのゲーミングノート PC をチェックしてみていただければと思います。そして残念ながら、今回ベンチマークテストに使用したゲーミング PC は、近日中に販売終了となってしまう予定のため、もし販売終了後にこの動画を見ていただいた方で、こちらの一覧を見ても、どのゲーミングノート PC を選べば良いかわからないという人は、動画のコメント欄で質問していただければ、私が今回使用したゲーミングノート PC 以上の性能となっている PC の中で、一番安く買えるおすすめのゲーミングノート PC を紹介しますので、ぜひ気軽にコメント欄で質問していただければと思います。ちなみに今販売中の PC で言うと、レノボアイデアパッドゲーミング370、オニキスグレー、114,840円が今回紹介したゲーミングノート PC とほぼ同一性能となっていますので、売り切れとなっていた場合にはこちらを検討してみていただければと思います。レノボさんから言っている情報では、こちらも販売終了が近いということなので、販売終了する前に早めに購入することをお勧めします。またこちらのゲーミング PC であれば、マイクロソフトオフィス付きであるにもかかわらず 109,780円で買えるという破格の値段となっていますので、ビジネス目的の方でオフィスが欲しい人にはめちゃくちゃおすすめのパソコンとなっています。こちらも在庫限りの早い者勝ち状態となりますので、早めに購入することをお勧めします。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。